こんにちは、ゆちこです。最近めちゃめちゃ寒くなってきたんで、今回はそんな寒い日にぴったりの生姜でポカポカあんかけ卵とじうどんを作ります。ちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントで応援お願いします。材料は冷凍うどん、卵、生姜、小ネギです。調味料が湯溶き片栗粉、和風だしの素、水、みりん、醤油、塩です。今回はちょっとズボラを発揮して冷凍うどんなんですけど、ゆでうどんでも大丈夫です。ではでは早速作っていきます。